皆さん、こんにちは。おだいまん TV です、えー。Facebook をちょこっといろいろ見てましたらですね、えー、ちょっと面白い記事が出ておりましたので、これをご紹介させていただこうと思うんですが、えー、ここにあのラビカン・アウルハンっていう人の Facebook なんですね。で、ここにですね、これ見ていただくとわかりますけれども、いろいろこれ書いてありますね。 カカタカナのような、ね、これヘブライ語と日本語からもヘブライ語、まあ、古代ヘブライ語ですねこういったものの類似点をこれ抽出してこれまとめたあの表になってるわけなんですねここに書き込んだ人はこれ「えーの手ですインテルゲン」って書いてありますけども「えー、興味そそられませんか?」ということなんですねでこれに対するコメントがいくつかあ,のあるんですね で実を言いますと、まあ、この日本語自体はですね、まあ、古くからこれあったわけなんですけれどもこの平仮名はあの、まあ、漢字の字体をまあ簡略化していってこういうふうに表記するようになったというふうなことはまあ一応言われているわけですねまたあのこのカタカナについては漢字の,あの、まあ、字体の一部をね取ってこれを当てはめていってこういうふうに作られたと。 いうようなことが言われているわけなんですが一応それが正しいとは言われておるわけなんですが、まあ、はっきりわ、えー、かりませんよ実際にはね歴史の中にどういうことが生まれて発展してきたかということは実際にはわからない部分結構ありますのでねでただあの日本語は日本語としてずっと古くから存在はしていたということであの日本語を表記する「まあ、上津文」とかですねそういったの古代文字もまあ他にもあるにはあるわけなんですね。 ひょっとしたらそこから発展してきて今のように表記するようになったというそんなの説も実はの以前見たことはあるんですね。それでこの一覧を見たの外国人がですねこのフェイスブックを見た人たちがまあなかなかの興味深いことをいろいろ語ってるんですね話してるんですね。これをご紹介させていただきます。 それからの日本とユダヤのつながりについて、まあ、日誘ソロ論というのがあるんですが、まあ、この日誘ソロ論についてはですね、あのまあ、以前、別の動画でもご紹介いくつかさせていただいているんですねで、まあ、私もあのイスラエル以前行ったときにはですね、あの地元のユダヤ人、イスラエル人ですね、の人からあのいわゆるこの日誘ソ訴ンについてはあのいろんな話をよく聞かされたんですね。 で日与動詞論はもともとユダヤ人があの言い始めてえ、ユダヤ人の学者がたくさんにやっていて研究をして、ですねあの日与動詞論といったものも確信を持って、これを書っていったと。ということであの、まあ、いろんなあの本も出てるんですね、向こうで。ですから、日本人がこれ、言い始めたものじゃないんですよ。であの前妻ものというよりはですねえいろんなこの証拠といったものが実はたくさんあの出てきてはいるんですね。 でこういったことをいくつかの前の動画でもご紹介させていただいたんですがえこういったことはですねあの外国でも広くあの知られていることが結構あるんですねえとにかくあのイスラエル行けばですね日本人とユダヤ人のつながりといったものを身をもって体験することがねかなりできると思います。これはの、行ってみるとですねあの日誘導ソロについて前頭から前つばだって言ってる人結構いますけどもえ実はそうじゃないんですね。 あの非常に興味深いことたくさんあるんですよ。えー、言ってみればね、これまさに百分は一見にしかず、えー、私も個人的にはもう相当な確証は持っているんですね。あの他にも面白いことたくさんあるんですよ。日本であのキリストの墓があるとかですね、ありますでしょう。い普通に聞くともうバカバカしく聞こえますよね。なんでキリストの墓があるんだと。 えところがあのこのキリストの墓があるのは現実にあるんですけども、えー、これには実はあの本当に深い意味が別にあるとこれまた機会があればねあのお話しさせていただきます、まあ、オカルトが次第にオカルトではなくなっていくということがですね非常にまあ科学的にあの証明されうるんですね、えー、この核 DNA の検査でも、えー、日本人とユダヤ人とのつながりといったものははっきりこれも出てきてますし えー、日本人の、まあ、50数パーセント半分以上がですね、えー、実はあっちの方の系統の,あの、えー、遺伝子を継いでいるということであのよく言われているようなあのもう中国大陸であるとか朝鮮半島から、えー、どうもこうってありますでしょあちらとはもうほとんど全くあの関係がないんですねであの今日その話じありませんのでね、えー、この文字についてみんな外国の人はどんなことを 考えてていいいるのかととうことをご紹介させていただきます日本の神道ではユダヤ教の神官が着ている衣装にそっくりな服を着た人たちがいるんだそして大きな箱「中」「みこし」「話題満載テレビ」を。 太い木の棒の上にのせて運ぶ儀式があるさらに日本のある聖なる場所には鏡が祀られてるんだけどそこには古代ヘブライ語の文字が書かれていると言われている中鏡とは伊勢神宮に包採されている八田の鏡のことだと思われます三種の神器の一つで草薙の剣は厚田神宮に八坂にのまが玉は皇居に包採されています ご神体であるため、天皇陛下でさえ見たことはないとされています。話題満載テレビつまり、こういうことか。日本人はユダヤ人だった。それとも、私たちユダヤ人が日本人だったということなのかイスラエル符合しているものだけを抽出したのでは それでもこれほどの一致はないだろうよ実は私、なんで家族がみんな日本が大好きなのかずっと不思議だったのなるほどねずっと昔につながっていたんだわユダヤ系のアメリカ人のようですこの類似については実は以前、俺の女房も指摘していたんだ 水で身を清める文化はどちらにも存在しているし日本の神主が額のところにデフィリンをつけているのも同じださらにアブラハムは東方へ向かうとおっしゃっている一つの説に過ぎないかもしれないが十分に興味深いねイスラエル失われた銃種族が向かった先は日本だって考えてる人も多いよね それを証明するための根拠が、もっと欲しいな。そういえばひと昔前日本を擁護していたのはみんなユダヤ人じゃなかったか本当に失われたユダヤ重し族の一つなのか日本人の聡明さを考えると確かに全くもって不思議じゃないがイスラエル 彼らららは世界中に散らばっっていったからな。ネイティブアメリカンでもさ洞窟にはヘブライ語が書かれているおお、なんて素晴らしいことなんだ発音まで同じだとしたらすごくないかイスラエルここからは失われた獣種族についての別サイトでの海外の反応です 僕は今までに何度も日本に行ってるんだよ。で日本人にさイスラエルから来ましたって伝えるとほとんどの人がアインシュタインって言うんだよね。その反応に接するたびにいつも幸せな気持ちになるんだ。日本にはヨーロッパ諸国のような反ユダヤ主義がないからねみんなで。 ユダヤ人差別のない日本へ行こうぜ僕は日本が大好きでねあの国についていろいろ勉強してるところなんだ確かに日本人はユダヤ人に好感を持っているようだし反ユダヤ主義なんて本当に存在していないカナダ在住ですカナダ人は自分たちをヨーロッパ人よりも 日本人に似てるって考えてるんだよ日本人は知的に優れた人たちだだから嘘や欺瞞には騙されないさだから反ユダヤ主義なんて存在していないんだイスラエルの人たちの考えの一端が垣間見えるようで興味深いですね次回はユダヤ人が安倍元総理に感謝しているという 興味深い動画をお届けいたします。皆さんはどのように思いましたかぜひコメントをお寄せください。よろしければグッドボタンをポチッと押していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょうね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。